自分の子供がですね、自分のために何かやってくれたらね、全部宝物ですから、本当に。あー、こんなことしてくれるようになったんだなって、親になるとわかるね。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日はですね、アマゾンのセールですよ。ファッションアウトドア祭りということでですね、金曜日からやっています。日曜日の23時59分までということで、ファッションアウトドア祭りはですね、そんな盛り上がんねっす。まあまあかなっていうところでもあるんですけど、今回はさ、母の日ですよ。母の日も兼ねてるからね。うちはね、母親ね、二人いるんですよ。うちの母ちゃんちとですね、あと母ちゃんの姉ちゃんですよ。その二つの家庭だから、俺倍愛情を育ててもらったから、めっちゃラッキーなんですよ。まあ俺の人生ずっとラッキーで人に恵まれてんだけど、その二つの家庭にね、寿司を送るっていうのが俺の毎年の母の日恒例なんだけど、今年もそれやりつつですね、母の日特集でですね、アマゾンもいろいろやってるんで、ファッションアウトドアもいいけど、普段のお礼っていうものもですね、考えてもいいかなと思います。ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで、行っていきましょう。というわけでですね、ポイントアップキャンペーンも同時開催、ファッションアウトドアタイムセール祭りっていうことで、ババーンとですね、バーが出ております。最大 10% のポイントアップキャンペーンですよ。こちらですね、毎度のことながらしっかりね、エントリーしていただいて、ファッションアウトドア祭りって、まあ前もやってたんですけど、アマゾン最近ね、最近力を入れるようになってきました。もう思いっきりライバル視してるのは楽天ですよ。多分そうだと思う。楽天は女性の支持率がね、圧倒的に高いんですよ。アマゾンはね、わかんない。統計的には、多分男性の方が多いんじゃないかな。多分男性が好きっていう。で、楽天は楽天で、男性層をちょっと引き寄せたいみたいな、こう、お互いに、隣の芝生青いな、みたいな風に思ってんじゃないかな。知らないよ。俺は勝手にそう思ってんだけど、そんな感じでですね、ファッションアウトドアタイムセール祭りっていうことでやってるということで、ピックアップいろいろ出ています。アンドイット、スタンドカラー、ドルモン、モッツジャケット。まあ、ちょっとだいぶ時期過ぎちゃってるけどね。モッツジャケットっつうのはさ、かっこいいんだけど、難しいよね。着こなすのが結構難しいかなっていう。緑色がね、強すぎるとね、踊る大捜査線感が出ちゃうんですよね。小田裕二さん感が出てきて、まあ、別にかっこいいわけじゃないですよ。みんなそれをね、ちょっと彷彿としてしまうところがあるんですよ。日本人が着るとやっぱそうなっちゃうんだよね。モッツのさ、映画とかあったじゃないですか。ああいう映画っぽくね、かっこよく着こなせればいいんですけど、なかなかちょっと難しいところがあるからね。なんでカラー的にはですね、こちらネイビーの方がかっこいいかなっていうところではあるんですよね。ただ時期がちょっとずれちゃってるからね、どうなんかなっていうところではあるんですよ。でもこれはですね、まあ、毎年っつか毎月セールをやってて、元値が5900円のところが3990円まで下がるっていうですね、まあ、神的人気の商品ですから、軽くていいっていう評価も高いんで、まあ、この辺チェックしていただいてもいいかなっていうふうに思います。あとは LL Bean のですね、ポケット付きの T シャツだって、この時期良さそうですね。いろんなカラーがあって良さそうですよね。まあ、こういうさ、さらっとした T シャツって着回しいいよね。俺昔ね、バンドの T シャツしか着てない時期とかあったんですよ。まあ、もちろん YouTube やってる時期もそうだったんだけど、バキッとね、まあ、派手な方がテンション上がるなと思ってたんですけど、年を重ねるごとにね、うんと。ちょっとね、難しくなってくるじゃないですか。ライブの時はいいんだけど、普段の時なかなかね、ド派手なものって難しいんですね。なんで最近こういった服であるとか、まあ、白地ですよね、ホワイトの T シャツとかね。そういったものの方がね、こう、さらっとした印象でいいのかなと。女性向けのね、雑誌とか見るとね、さらっとしたファッションのがすごく多いんですよ。そういうのがいいんだろうなって、いうふうに思うんですよね。男の雑誌でさ、女性の服見てもさ、ふわふわとか、ほわほわっとしてるような、可愛い感じの服あるじゃないですか。だけどバキバキのね、バンド T シャツをね、着てるっていう女の子あんまいないんですよ。あとゴスロリ的なね、ものを着てるのも、そういう雑誌見ると出てこないわけ。で、決してそれがダメなわけじゃないんだけど、男女共に理想としてるファッションはまあこうなんだなっていうのがわかるっていうことでね、まあそれに寄せていったっていう。まあなんてことはない、その話なんですけど。あとはですね、DOD、まあ人気ですよね。ワンポールテント S3 人用です。こないだね、たまたまリサイクルショップにね、行くことがあって、
ってね、チラッと寄ったんすけど、すごいね。テントとかめちゃくちゃ売りに出てるなと思ってね。結構ね、リサイクルショップに出してる人もいます。まあ、あれだね。ハマるとさ、最初なんとなしに買ったけど、だんだんいいものが欲しくなっていってっていうので、まあ買い替えるパターンとかもあるから、それで出したのかなと思うんだけど、そんな感じで DOD のですね、ワンポールテント S 用ですね。収納も簡単にできるっていう、すごい可愛いです、これ。通気性のいいインナーメッシュね、夏場とかすごく大事ですよ。日よけがあるっていうだけでもね、すごく良くて、子供いる場合はね、こういうところでね、涼めるとやっぱ楽だからね。あとはですね、ワンポールテントの真ん中にですね、テーブルも設置できるみたいなんで、これ良さそうだなっていう感じがするよね。あとは全然ね、ファッション、アウトドアセールに関係なくですね、ビオレの日焼け止めとかも入ってます。まあ、アウトドアに兼ねてんのかな？もうね、日焼け止めは必須ですよね。夏フェスとかでね、近くのコンビニとかで買おうもんならね、3、4倍はないか？3割増しとか、ぐらいの値段でね、売ってるからね、とにかく近場でですね、近場のホームセンターとか、スーパーとかで、なるべく必要なものをですね、自分なりに考えたり、今はね、ブログとかにいっぱい書いてるから、これあると便利ですよ、みたいな。それをもう丸パクリして、チェックしてですね、ちゃんと買い揃えて持っていった方が、コスパいいです。僕はそれに加えてですね、フェス飯っていうものを一切食べないで、カロリーメイトをポケットにパンパンに入れて、それだけでですね、過ごすとか、やってましたね。もうとにかく、その方が機動力があるし、カロリーも摂取できるし、バンドをたくさん見られるっていうことに命をかけてたのでね。まあまあ、そういう楽しみ方もあるっていうことで、それが大きなピックアップですね。で、他にもレディースの服でもね、可愛いですね、カーディガンであるとか、オーバーオールですね、これ最近うちの嫁さんよく着てるんですよね。また流行ってきてるんですかね。とか、あと、スカートとかね、すごい可愛い服いっぱい出てます。女性もね、ご結婚してたりとか、彼女いらっしゃる方もいらっしゃると思うんでね、こういうのありますよとかって教えてもいいかなと。チャンピオンのジャケットですね。これはね、朝晩良さそうだね。まあ、夏場もまあ夜は結構あね、都会は暑いけど、キャンプ場とか結構冷え込むから、1枚羽織れるとね、だいぶ違いますからね。僕も昔ね、フジロックですよ。1999年初めて行った時に、帰れなくなって、アンダーワールドを見てですね、テンション上がりすぎてそのまま遊んでたらですね、電車を乗り過ごして、朝新幹線が動くまで待ったっていう経験があります。めちゃくちゃ寒かったですね。夜の苗場はこんな寒いんだと思った記憶あるんで、やっぱ一枚羽織れるとね、山とかはいいなっていう風に思います。アマゾンエッセンシャルは何気にね、便利ですよ。こういう白いシャツとかもね、すごくいいと思います。まあシャツとかもね、究極ね、ここにマークついてるかついてないかだから、もちろん縫製が綺麗かどうかとかってあるけど、例えばフレッドペリーだったらね、こうふわってあのマークがついてるかとか、ビビアンだったらですね、ビビアンのマークがついてるかとか、それによって値段が変わるんじゃねえかなってちょっと思ってるところもあるんでね、あんまりブランドにこだわりないよっていう場合はこれもね楽しいかなと思います。あとはアマゾンエッセンシャルで続けていくとパーカーであるとかジーパンとかですね。あとサルエルパンツ、ラッドウィンプスのファンめちゃくちゃ履いてますよね。ビバラとかに行くとびっくりしますよ。みんなこれ履いてんじゃんっていう。これをねなかなかどうしてね着こなす自信がないっすよ。かっこいいなとは思うけど、あとレインウェアとかですね。レインウェアはねあってもいいと思うな。この辺ね選んでいただいてもいいかなと。あとは制汗剤ですね。ポケモンカードとかさ、遊戯王カードとかのカードショップ、あそこで匂いがすごい人がいるんですみたいなものがニュースになってたけど、大衆ってエチケットだからさ、いろんな人を不快にさせないっていう、清潔なんですよ、あなたに危害は加えませんよの象徴でもあるから、絶対やった方がいいですからね、この辺はね。あとアウトドアで行くとですね、サーモスですね。この保冷か、これめっちゃいいから、このビール直接冷やせたりとかするやつですよ。これキャンプとかに最高です。あとは DOD の秘密のグリルとかですね。あとハンゴーとか、あと外のですねシングルバーナー、これ買いました。うちもヒロシさんのねぼっちキャンプとかでも出てますね。非常にかっこいい。あとはランタンであるとか、まあ、そういったものが出ていますんでね、こちらも見ていただくとよろしいかなと思います。ということで次はですね、母の日です。日本人はですね、全員母親から生まれてきてますからね。こればっかりは全世界共通ですからね。卵から生まれた人間はいませんから。ということで、母の日特集行きましょうか。静岡茶とか最高級のお茶、いいんじゃないですか。こういうのも喜ばれそうですよ。多分何でも喜んでくれますよ。自分の子供がですね、自分のために何かやってくれたらね、全部宝物ですから。本当に、あー、こんなことしてくれるようになったんだなって。親になるとわかるね。親のありがたみっつうのはね、もうどんだけおごってもらったんだっていう。
なんかそういう感じになるからね。やっぱすげえなっていう風に思いますよ、両親つうのは。なので、チョコレートであるとか、ヒルナンデスで紹介されたケーキとか、そういったものも出てますよ。美味しそうだね。あと、飲むお出汁だって。へえ、こういうのもあんだね。出汁系もね、喜ばれそう。うちの母ちゃんがね、こないだ来た時なんかね、味噌、大量に味噌をね、買っていきましたよ。なんか、長野の味噌は違うんだとかって言って、釣り屋に行ってですね、これでも買ってぐらい、いろんな種類の味噌をね、買ってましたね。すげえ喜んでましたよ。まあ、実家に久々に帰って、あだこうだ喋るっていうだけでもね、もう親御さん的には嬉しいでしょうから、手土産持って帰るっていうのもね、いいかなと思います。あとは元気にね、楽しく人生を過ごしていれば、それだけで親というのは満足ですよ。ぜひ皆さんもこの中からね、良さげなものを見つけてみてください。そんな感じ、今日はですね、セールですよ。一応明日までやってますからね。ぜひ皆さんも忘れずにですね、母の日、14日ですからね、ビシッと選んで買ってみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価。ぜひ皆さん、今までプレゼントあげたものなんすか、明日にコメント欄に書いて教えてください。つうわけでまた明日。じゃあ。